9月18日のケリヒメスイーツ。なんかバグで BGM が流れなくなった多分再起動すれば問題なく流れるんだろうけども、さて予告通り初音ミクスロット回しますか。でもね、もったいぶるよ。予告までしておいてなんだけどもね、そんなね、いきなりね、回したね、妙味が欠けるってもんですよ。今日は貯めるだけ貯めてね、他のステージとかね、やるだけやって、そんで最後の最後で、よーし、回すぞ回すぞってめっちゃ貯めて、回してる、しかも当たってる。これはなんだ、2016か。2016ってどうやつだっけ？あー、なんか当時は良かった気がする。でもこれ、いいサーチ攻撃だね。2019がどういう効果だったかがね、忘れたぐらい2019は強戦士みたいにね、選ばなくちゃいけないのが大変なんだけどね、選ぶというかルーレットを当てなくちゃいけないのが。これぐらいにしておこうで、新規のドレスが当たってと。よかった、普通のが普通のが当たって、でプレゼントボックスかな。お、フライング初音ミクがゲット。イベント中、これは、あ、単に普通のドレスか。後で気が向いたら作っておくとして、とりあえず明日木曜日の更新でね、変わってしまうんで、レッツゴー。とりあえず今日はどうしようかな。達成報酬でミクステージなんか終えられるやつあるかな。そして久しぶり BGM、 バックグラウンドミュージックくん久しぶり。特にミク系のステージでゲットしたいものとか、もう少しで達成報酬いくよっていうのがなければ、てか完走してるぼーっと周回してたら経験値完走してやがった。とりあえず適当になんか突っ込んどきます。覚醒色のね、うん、なんかに突っ込むよりかはちまちましたのにたくさん入れた方が結果的には上がるんだけども、つい率のいいやつを探しちゃうよね。この辺りはいいね。とりあえず3000ぐらいで90上がって、強化かになってるやつはね、山ほどあるんだけどね。ドレスがね、もうそればっかりで上げられる状態じゃないんだよな。金曜日に少しでも上げておかないと。あ、でも金曜日俺ちょっとね、用事があるから多分ケリ姫ないんすよ。普通の動画はあるけど、となると、お、ちょうどいいのあるじゃない。こういうのに入れてプラス700、地味にね、覚醒なんちゃらとかね、普通にねいたりするからね。他のガチャを回してて、なんか気づかずいつの間にかゲットしていてっていうの結構あるから。星3以下じゃなく、今度は星4以下、この強化石必要なしでいけたりしないかな。それか、あの、一気に入れたいけども、あ、でも、その都度負荷の、ね、経験値入れなくちゃいけないのもあるから、無理か。いやね、一度にさ、必要ポイント分全部入れて、はい、プラス900、一度に入れて一気にプラス5にしたら手間が省けるんだけどなと思うけども、まあとなるとちょっとシステム自体をね変える手間もあるだろうから、それはちょっと難しいかなと。そこは諦めて、うん、自分でじっくりやっておこう。この辺りも入れておかないとパンパンになっちゃってる。ドレスがな、なんかニューなやつ、よし、少しでも減らしておく強化しちゃえばと思うじゃん。もったいないんだよ、そんなに高くない、強化費が高くないやつもねあるんだろうけども、それを探すのもめんどくさいし、だったらもう普通にね、強化割引入ってる時に適当になんかあげておきますよと。さっきなんかミクドレスとか手に入ったから、そこら辺でね、うん、なんか無料強化できるやつとかないかな。で、アクセサリーは全部入れちゃったかな。うん、並び替えのでミスってるわけじゃないよな。
とりあえず今日は動画収録の、うん、そういう日なんで、これぐらいにしておいてと。微妙に手に入ってないんだよね。ここを周回してました、裏で。で、ミク系のステージ。達成報酬系。音楽祭はスルー。ギャラクシーは、あ、ここ行けそうだね。プレチケはちょっとゲットしておきたい気はするから。じゃあ、ギャラクシーツアーが、うん、第一候補。チョコ系。上りとかはちょっと、今からだと間に合わないね。まあ、1個はゲットしてるんで、最低限は達成かな。タペストリー、ここら辺もちょっと厳しいかな。よし、じゃあとりあえずギャラクシーを1回回しましょう。アイテム、缶バッジだから、金箱だね。レッツゴー！金デッキでいきましょう。そんなには変わらないけども。あ、間違いだし。とりあえず。いや、先制ジューシーいつも入れてたのに。間違えちゃった。なんだかご了承かな、ギャラクシーツアーだったら。でもね、グー、バスとかあるから。あー、先どっちがいいかな。ミクでいくか。ミク2014、えい。16を入れてもよかったね、そしたら。ただ、16のレベルを上げるにもね、せめて 30% 割引の時じゃないと。よし、大活躍じゃないか、2014。はい、もう申し分ない。えい。いっけぞー。金箱の下の数値の増え方が。すごいゆっくり最後まで増えていった。多いぜ。さあ、これで溜まってたら嬉しいけども、そっちじゃなかったか。2018の缶バッジの方が、あ、でも10個ぐらい手に入ってるから、あと少しやればなんとかなりそうだね。バウンティーハンターいないかな。いたらね、あっちをやりたいけども。スタースイーツ2019、ちょっとおさらいしとく。どういう効果だっけ。影響の強さが変化する。だから普通にノーマル、グッド、エクセレント、強戦士みたいな、それぐらいの気分でいいのかな。まあ、強敵ボスにはよりダメージが強くなるよと。いまいちまだ活躍させられてないんだよな。イベントがもう終わるというのに。他にもちょっと回数というか、内容はあったけども、とりあえずスルーして、ギャラクシーツアーだから、まあ、なんでもいいか。金箱アップを借りておけば、とりあえず OK。レッツゴー！今日はミクステージやっておこう。スロットも回したし、フライングもゲットしたし、これにて俺のマジカル未来2019コラボおしまい。まだもうちびっとだけ続くんじゃ、この動画はね。やっぱ雪ミクの方が使いやすいのかな。とはいえ、いろいろゲットしたところで、デッキに入る数はね、限られてるから。そのあたりがね、面白いな。敵は倒したはずなのに、すでにいっぱい宝箱が落ちている。
気持ちいいね。ここのスキップもっと早くしたいよね。これでもね、高速化されてるんだけどね半ばスキップのように。お、これで28を393ゲット。よし、ブレチケをゲット、ありがとう。じゃあキリがいいし、今日はこれぐらいにしておきますか。一応ね、明日の昼ぐらいまではやってるけども、まあ今日で終わりって感じで考えておきましょう。終わったら何かあるかな。メンテ情報とかも特になく、ツイッターは、あ、そうだ、こっからは覗けないんだよないつもやってしまう。まあ、なぜなくなったっていう方だよね、どちらかというと。他のページからいけるっちゃいけるけども、めんどくさいんで、見ません。各自見ておくように。多分何も載ってないけど。ってな感じで、今日はここまで。また明日。あ、大丈夫だ。明日はある。明後日がない。また明日。